平野紫耀、怒涛の勢いで質問に回答。好きな俳優はよく遊ぶ人は絵の答えは、元キング・アンドピスのメンバーであり、現在は、トベに所属する平野紫耀26、が、17日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ファンからの質問に怒涛の勢いで回答しました。彼の快活な性格とアクティブな交流姿勢は、 ファンを驚かせました。平野紫耀は、すでに8日から9日にかけて質問コーナーを開催し、わずか1日で、100問以上、の投稿に回答したことでファンを驚かせました。そして、17日には早くも第2弾の質問コーナーを実施しました。ファンからの質問の中で、好きな俳優さんはという問いに対して平野は小栗の旬さんと答えました。 彼らは2018年に放送された TBS のドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンからで共演しており、その縁から尊敬する俳優として小栗の旬さんを挙げたのでしょう。また、よく遊ぶ人はという質問には、ジンとおじさん友達と答えました。ジンは神宮寺優太の愛称であり、平野の中の良い友人です。 彼らの親密な関係はファンにも知られており、平野の回答によって再度注目されました。さらに、平野は、ピアスはいつから開けてるのという質問には小 1? 小 2? くらいだよ。確か。と答えました。これは平野がピアスを開けたのは小学校の低学年の頃だったことを示しています。 彼の個性的なスタイルやファッションセンスは多くの人々に影響を与えており、その中にはピアス,スタイルも含まれています。平野仕様は自身のインスタグラムを通じてファンとの交流に多くの時間を費やしています。彼の快活さとファンへの関心の高さは、彼がアーティストとしてだけでなく、人間としても魅力的な存在であることを示しています。 彼の質問コーナーはファンにとって楽しみなイベントであり、彼の率直な回答は彼の人柄を反映しています。平野仕様の才能と魅力は、これからもますます注目を集めることでしょう。彼の将来に期待が高まります。文章内の引用は、平野仕様のインスタグラムのストーリーズから抜粋されました。右丸カッコ。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。